恵比寿店さんにお邪魔していきたいと思います。 JR の恵比寿駅から徒歩1分というね、東京の大都会のど真ん中にある施設さんとなっております。こちらですね、宿泊、仮眠、サウナっていうね、それぞれ利用ができるねカプセルホテルさんとねなっております。ちょっとね仮眠しに行きたいという時とか、サウナしに行きたいという時とかもね利用させてもらえるので、都会の大人たちにぴったりの安らげる場所となっているそうです。こちらのですね、今回サウナ、本格的なフィンランドのロウリュ体験ができるサウナ、こちらを紹介していきたいと思います。早速行ってみたいと思います。料金の方なんですけれども、サウナは1時間1000円というプランになっております。それ以降ね、延長しちゃったりする場合は1時間ごとに500円ずつアップしていくっていう感じのスタイルです。サウナ利用ね、1000円でこちら借りることできます。大きいバスタオルと小さなタオル、そして4月からの利用はですね、サウナマットが2枚ついてくるっていう感じになりますね。はい、それではね入っていきたいと思います。サウナのところのね、入る入り口のところにウォーターサーバーがあります。サウナするときはすっごくね汗をかきますので、水分補給がこれ一番大事ですのでね、こまめにこちらでね飲むようにいたしましょう。水分補給一番大事です。シャワーがあります。こちらシャワールームにですね、墨田区の石鹸ブランド玉の肌さんとコラボした006というね、ミントとかレモングラスとかのね香りの気持ちいいテクスチャーのねアメニティがあります。シャンプーとコンディショナーとボディーソープですね、私も使ったことがあるんですけども、この香りがねまずとっても癒されてね素晴らしいです。はい、こちらドシー恵比寿店さんはですね、水風呂ではなくですね、ウォームピラーというシャワーでクールダウンをするというのがねとっても特徴的です。冷水シャワーが5種類あるんですけれども、こちら常温、隣が30度と隣が25度、20度、15度とね、自分の好きな温度で楽しむことができるというね、この空間がまさに本当にスタイリッシュでおしゃれなんですが、温度まで得られちゃうという新しいスタイル、珍しいクールダウン方法となっています。そしてですね、美しい恵比寿店さん、外気浴ができることになりました。で、ね、休憩はね普通に部屋室内にあるんですけれども、こちらベランダをね開けるとね、ここにもう恵比寿の街を感じられることができるんですけれども、都会の片隅でひっそりとですねクールダウンした後、ここで整うことができます。素敵な空間です。ではサウナ入るんですけど、しっかりとね身を清めていくっていうのが大事ですので、しっかりね体を洗ってからサウナを利用するようにしましょう。これをこっちにひねると上のシャワーが出ます。上から出ますね。今こうやって出ますとシャワーが出ます。シルエットで失礼します。
はあ、いや、おしゃれ空間でのシャワーでなんか秘密基地感があってかっこいいですね。スタイリッシュなシャワールームとなってます。サウナ室入る前ですね、しっかり体の水分を抜いてからサウナ室をね、濡らしたりしないように、そして発汗もね、しやすいのでね、しっかり体を抜いてからサウナ室を利用するようにしましょう。サウナマットを2枚持ち入ります。はい、それではサウナ室入っていきます。音がありません。無音です。気持ちいいサウナ室、とても素晴らしいです。はい、でこちら私エビステンさんはですね、本格的なロウリュをしながらサウナを楽しむことができます。ロウリュのね、本当ですね、砂時計があります。砂時計の、砂がね落ちきっていることを確認したり、まあ、周りの人のね砂時計を利用してたりするかもしれないので、そういうの確認しながらですね、他のお客様にロウリュね、かけていいですか、かけますねって一言声をかけてからロウリュするようにしましょう。でストーンに柄杓1杯分の水を入れて、ゆっくりサウナストーンの上にかけてください。で砂時計利用している場合は砂時計を逆さまにしてね、スマートなマナーは最高のサウナを生み出しますということでね、ロウリュもねいっぱいかけたくなっちゃうんですけど、こうやっぱり他のお客様の様子を見ながらですね、自分の体感とも向き合いながらですね、ちゃんとマナーを守って利用するのがいいです。こちらですね、男女温度が違うそうですけど、男性は100度設定、女性は90度設定になってますけど、暑いですね、気持ちいいですね。で何よりこの料理をする時の水、これアロマ水となっておりまして、ミントの香りです。サウナ室に入った瞬間からですね、ふわーっとミントの香りがして、今すっごいなんかもう心地いい汗をかけるなっていう、ね、気持ちになってます。もうねすでにね暑いです。はい、ロウリュします。もうこの静かな空間にこの水のね滴る音がまたおしゃれです。大きいサウナストーンです。かけます。広がる蒸気と気持ちいいミントの香りでサウナ室が満たされてます。はい、実際サウナに入ってる間の時間を利用してですね、皆さんからいつも YouTube でコメントをいただいており、本当にありがとうございます。そのねコメントをいただいたものをね、みやびに聞きたいサウナのあれこれとかね、疑問とか質問とかをお話ししたり答えていくというコーナーにしています。はい、というわけでね、ブラックキャットさんという方ですね、乾燥肌なんだけどサウナやると肌の感じは変わっていくのかなっていうのをいただいてます。はい、私もねもともとすごい乾燥肌なんですよ。はい、でもサウナやるようになってやっぱり一番何が変わったかなって、てきめんに肌の質が変わったっていうのはありますね。すごい肌ツヤ良くなってますし、やっぱ汗をかくという習慣がねできてるので、なんか乾燥肌も軽減してきてる気がしますよね。はい、プラスやっぱりどうしてもね男性の方もカサカサしちゃったりとか痒くなっちゃったりするっていう方も多いと思うんですけれども、私はやっぱりサウナ行くとき必ずボディクリームをね持っていくようにしてますので、そういったのかアフターケアみたいなのも男性もねやっていったらいいんじゃないかなって思ってます。結構ドラッグストアとかでね手頃にねゲットできたりするので、やっぱり乾燥肌なかなかね改善しないかもしれないって思ってる方も、まあ、サウナ行って
ってボディークリームっていう、このセットがあれば私はね改善してってますね。はいはい、というわけでドシーエビス店さんですね、本格的なこのセルフロウリュ、なかなかねできる環境っていうのもねまだないですので、皆さんにも都会でね本格的な体験をしていただきたいのでね、ぜひ来ていただきたいと思います。あの五反田店さんもあって、そちらは男性専用の施設になっておりますので、私も行ってみたいなと思うんですけれどもね。はい、というわけで出ます。サウナ室出ました。暑い。これからですね、大揉みピラミッド水風呂、私はちょっと今日は20度の気分なので行ってみたいと思います。でもボタンがあるので、おお、はい、ああ、うー気持ちいい。ああ頭を、体をね、水がこう水の柱という感じで包み込んでくれますね。うーあー脳天が冷えます。ああ、それではね、体は冷えますので外気浴行く前はしっかりと体の水気を吸い拭いてですね、外気浴しに行きたいと思います。タワー室内にある椅子もすごく心地いいんですが、ここで本日とこませていただきたいと思います。失礼します。それでは松の宮日による熱波のコーナーをいきたいと思います。本日はミントのアロマ水でロウリュをします。ミントの香りですよ。じわーっと熱を送ります。はい、ありがとうございました。宮日による熱波のコーナーでした。はい、ドシーエビス店さんにお邪魔してまいりました。すっごく発汗しました。ミントの香りでロウリュもできて最高です。皆さんもね、ぜひ体感しに来ていただきたいなって思います。とってもシンプルでモダンなサウナ室でした。はい、というわけでですね、本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。それではさようなら。熱波のコーナーでした。